二面性に悩む踊り子たち。演舞の終盤で彼らはどのような未来を迎えるのでしょうか。今年度からよさこいを始めた新入生を含めての初の演舞をこの最下祭という大舞台で披露させていただきます。鬼と神のストーリーに注目してご覧ください。それでは立教大学よさこい園ゆりもんじゅの皆さんです。どうぞ。こんにちは、立教大学よさこい園ゆりもんじゅと申します。本祭2日目ではありますが精一杯踊らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは白夜の空に生まれいずるは都にて彩り華やぐ神、ここに百合文珠五代目ひがれ七福神の加護を受け人を愛し愛されるまさこそ我いざ参る。はっさっさやっさどうなるよーせいはっ幾度も超えた都を守るは毘沙門天。はっはっはっさ届く方じゃ城外繁盛源氏のこの地か
ありがとうございます。